はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと BGM がえらい大げさで、なんか映画でも始まりますのっていう感じなんですが、久々に深夜便に乗務することになった私の、まあその深夜便に乗務するまでの日中の様子、フライトに行くまでの様子を皆さんとシェアさせていただきたいと思います。はい、どうでもいい内容でございますが、 BGM だけは大げさにさせていただきました。それでは行ってみましょう。ということで今日はですね、一日こんな天気なんでございますよ。もうなんか雨というか嵐というかね、こんな時間のにもうこんな暗いです。あー忙しい忙しい。ゆずやること溜まってますんやわ。ゆず暗いの嫌やね、お家ね。ええ、もうでもね、夏終わったらこんなんやね毎日。え、そうですね。いややな。ね。長い冬始まんで。世間話。まあね、これまたね、ベコベコベッコーズの皆さんなんですけど、今回ね、だいぶこのベコベコベッコーズさんシリーズ多いんですが、まあ、これもね、すごい使いやすいんで。今から雨の中、SD カードの救出に向かいます。雨。雨って嫌ですよね。雨。ということで今日はちょっとフライト前ではあるんですけど、行きたいところがありましたので外出しておりますが、パートナーがね今日は車を使っておりましたので、私はバスと電車を乗り継いで目的地に向かっております。いやー、どの角度で撮っても虹は気になるわ言うて、そんなしょうもないことばかり考えてたらえらい見下してるような感じに映ってしまって申し訳ございません。ということでね、二重顎のことなんか考え出したらあっという間に時間なんか過ぎてしまいますよ。そんな終わりないもん、二重顎のこと考えたらね。ということで、目的地の駅に着きました。はい、さあどこに行くでしょうか。ということでちょっと大雨の中ですね、嵐、おー髪の毛見て前髪、大雨の中ですね、私は SD カードのレスキューにやってまいりました。はい、ということでね、もう見ていただいたら分かる通り、天気最悪、もう暴風に雨。はい、ということで目的地の電気屋さんに到着しました。若者は集まる運命だにはチャチャチャっていうね、ヨドバシカメラの音楽は流れないんです。私向かうとこ決まってるんです。 Oh hi. It is there were some duplication, so it is 300 something, 330 gigabyte. Gigabyte, okay. Yeah. So if you come, yeah, sure.The file name is the same, main file name. Yeah. This is MP4, this is LRH. So okay. DJI, what they do is...ということでね、まあ一体何が起きていたのかって言いますと、まあそもそも電気屋さんにね、数日前に私やってきているんです。っていうのも、ずーっといろいろ撮影して、動画をね、記録していた SD カードが何らかの問題でね、データ全部見えなくなって使えなくなっちゃったんですよ。ちなみにその時の映像ね、こういう感じだったので、一度ご覧ください。必ずね、この人は持っとかねたあかんから、この人というのは、携帯ね、これはもう、絶対ポケットに、っていうかもう大音量に、して、ボリュームオンにしてね、持ってます。ちゅうことで、私が記録していた全ての動画がああいう状況になったわけで、ここの電気屋さんに助けを求めに来ておりました。ということでね、まあ私、そのカメラ SD カード、マイクロ SD カード使ってるんですけど、それがね、突如、いきなりなんかカメラとか、携帯とかパソコン認識しなくなって、データ全部なくなっちゃって、もう終わったと思って、しかもいろいろね、マウイ行ったやつとか、ホノルルステイした時の動画とかいろいろ撮ってたやつが全部なくなっちゃったんですよ。もう泣きそうなって本当に。で、まあいろいろ家でソフトウェアとか復旧のソフトウェアとか使ったんですけど全然無理で。で、電気屋さんのプロのなんかところで直してもらえるサービスがあるっていうから持って行ったんですよね。2日ぐらい前に。だからまあ350ドルぐらいかかるんですよね。もうめっちゃ高いけど、もうもし直らなかったら200ドルは返ってきますみたいな。で、次の日ぐらいから、持って行った次の日ぐらいに電話かかってきて、もうホープはほぼないみたいな、治る見込みはほぼないけど、あともう一日だけ頑張ってみますみたいな感じで言ってもらって、で、今日3日目なんですけれどもね、今日また電話かかってきて行ったら、データ復旧してくれてました。全部復旧したかどうかちょっとわかんないんですけど、でもなんか雰囲気的にはだいぶ復旧したみたいで、で、私今はですね、何したかっていうと、別の、メモリーを持って行ったんで、そっちに全部データ移してくれるということで、まあお高くはつきましたけど、もし全部これでね、データが戻ってくるんやったらもう私はもう幸せです。本当にいろいろ撮ってて、皆さんにね、お見せしようと思って、こうワクワクしてたところが全部消えちゃったんで、もうだいぶガーンってなってたんですけど、とりあえず。はい。ということで、まあこれはね、どうしてもこの、今日夜フライトあるとはいえ、これはやっときたかったんで来ました。はい。ということで、今からちょっと、せっかく外出たんでね、スーパーに寄りたいと思います。まだ雨降ってますからね、しつこないですか言うて、
で今日はあのパートナーがね車仕事車で行ってるんで車なくってすんごい雨と風なんですけれども歩くしかなくってあのバスと電車でここまで来てるんですけど あのでも帰りはですねパートナーがちょうど仕事終わって帰ってくる時間なんでもう車でピックアップして、まあ晩ご飯食べてから家帰ってでまあもう荷物はパッキングしてあるんですよ今日の深夜便のはいなのでああもう制服着替えてちょっとしたらね空港行って仕事行こうと思っているんですけれども正直なこと言うとこっちから行こう正直なこと言うと私あんまりねあの深夜便とか仕事がある日はあんまりねうろちょろしないんですよ疲れるの嫌やしはいで深夜便やったら昼寝したりもするんですけど今日は起きたん遅かったしはいまあこれできると思いますがなんせ寒いほんであの暑かったちょっと1ヶ月前でしょこんなに気候変わるほんまにめちゃくちゃ冷えてますけれども風がやばい折りたたみ傘飛びそうですカナダ人の人ねたまにこんな雨降ってても傘ささへん人いますからね、まあ、風邪くでってほんままあね個人の自由ですはいほんでスーパー行ってまあなんか深夜便でね明日朝着くんでトロントにまあなんか食べれるもん朝ごはんになりそうなもんあったら買おうかと思ってますなんか私の動画スーパー出てくる率高いな言うて自分で編集して思いましたわ安なってんな369は安いこの12本入りのポッキー2個買おうたまにビスコも食べたくなるんですよね大豆とかちょっと健康志向のやつもあるけど高っ5ドル49普通の2ドル99やのにごめんな僕ちょっと高すぎて買われへんわ久しぶりにシゲキックス買おうちっちゃい時こうめちゃくちゃ酸っぱいけど好きやったんですよねそんな安くはないけどお菓子しか買ってないし豚の足とか売ってるしちょっと食べ方わからんし基本茶色なんですよね今緑の気分なんで食べたいのあー中秋の名月やから今中国の方はムーンケークを食べる時なんですねムーンケークいっぱい売ってるもんいいの見っけたミネストローネこれチンしていけんのかな2ドル29セント安なってるレンジで温めていけんねやこれ良くないですか顔でクラムチャウダーもあるまあめちゃくちゃ安いかでも1ドル安なってますからねこれフライトとかで便利そうあったらここのスーパーね何がいいかっていうとアジアセクションと西洋セクション分かれてて両方同じ店で買えるんですよ結構バンクーバーとかこの辺りってアジア系のお店アジア系のお店でアジアのものばっかり売っててなかなか今度そこで西洋のものを買えなかったりその逆もしかりで一緒になってるとこ少ないんですけどここはねちゃんと2セクション分かれてるから両方買えるんですよということでたまに来ます基本的に私はですね黄色いタグは全部見ていくんですけれどもパンもちょっと安なってる思てパン購入いたしましたでこっちはね西洋セクションこっちのスーパーで売ってそうなもんが売っておりますやっぱねアジアセクションの方が人多いんですよねカップラーメンに関してもこっちのね西洋セクションはこういう英語で書いてる、まあ、ミスターヌードルズとか札幌一番も一番の方とかが売ってるんですけどはいこういう感じででもアジアセクションの方のカップヌードルとかインスタントヌードルセクションはねもっと本当日本で売ってそうなやつが売ってますそういう違いもある今ちょうどパートナーの仕事終わって帰ってきてるそうなんで、もうこのスーパーの前からピックアップしてもらいますラッキーやっぱり雨の日車は快適ですねはぁ、しんど、疲れた今ちょっとパートナーお手洗い行ったんですけれどもまあ結局スーパーで何買ったかちょっとじゃあこの時間を使ってご紹介したいと思いますまずはポッキーでしょこれかなり安くなってました3ドルなんぼ12本入ってますからねほんでこの日本のやつハッシーって書いてる聞いたことないブランドやけどどこの会社ハッチ食品大阪ですわ大阪西淀川区ですっての、会社が作ってるクラムチャウダーレンジでチンできるやつとミネストローネと、はい、これ大量購入したんですけどミネストローネに至ってはミネストローネに至ってはミネストローネに至っては3袋もう1袋あるんですけど買ったのとクラムチャウダーに袋買いましたそしてなんかサラダこれもまあ明日朝着いたら野菜欲しいかなと思ってサラダキットと
あと朝ごはんに美味しそうなパン。こっちはヤムバン、ヤムロール、ヤムバン、あのヤムですね、あのタロイモみたいな。とこっちがですねマンゴーのパンで、シゲキックス、懐かしいですね、ユーハ味覚糖の、大阪の会社ですよ確か、味覚糖って。あとハイチュウピーチ味も見つけたんで買ったのと、お菓子ばっかりです、知ってます。あとこれも安くなってたんで、ほうじ茶オーレ、日本の会社、日東紅茶の、はい、これも5ドルぐらいやったのかな、8スティック入ってるんで。まあスタバはこっちほうじ茶ラテってないんですよね、日本やったらあるけど。なのでこれなんか機内で飲んでもいいし、今日の深夜便で、まあ着いてから朝ごはんと一緒に飲んでもいいし、まあこれを楽しみに今日も仕事頑張りたいと思います。ということで今からちょっと晩ご飯早いんですけど、ラーメンに行こうと思ってます。はい、ラーメン食べて家帰って用意します。ラーメンです。見たわかるか、醤油ラーメン、味玉付きにしました。そしてこちらは明太マヨ丼。ラーメン美味しかった。髪の毛もえらいこっちは、もうすごい嵐、本当に今嵐なんですよ。いやえらいこっちは。これ飛行機ちゃんとオンタイムに飛んでほしいですけどもね、まあ大丈夫だと思いますけど、これぐらいの、まあ、雨と風やったらまだね。はい、ラーメンいただいて、まあやっと安心の、今から家に帰りまして、さっきスーパーで買った食料とかをまあカバンに詰めてですね、で仕事に行きたいと思いますけども、何回もこのくだり言ってますね、すいません。はい、ということでね、早速詰めていきたいんですけれども、まずね、パン最後やな、入れんの、あのスープね買ったん、朝ごはん代わりに食べれるかなと思ったんで、クラムチャウダーとミネストローネ、まあ気分に合わせてどっちか選ぼうと思うんで、両方持っていきたいと思います。これ、はい、入れ方難しいねんな、いっぱい入れよう思ったら。ほんでアメちゃん類とかこういうのはね、まあのお口寂しい時にということで、はい、チェック入ります。ゆず来た、これ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 、もうカメラに鼻汁つくで、ゆずさっ。ほんでこのほうじ茶オーレもね、これ機内で飲んだら美味しそうやな、うん、入れて、ポッキーもこれね、クルーにあげるとすごい喜ぶんですよ、ワンパッケージごとなっていうか、これも結構な数持っていきます。折れんようにしなあかんけど、袋開けてね、たまにもバリッバリの時ありますからね。はい、ほんでさっきスーパーで買ってきたこのシーザーサラダをですね、食べやすいようにこのタッパーに入れたいと思います。こういう感じでドレッシングとちょっとベーコンの、クリスピーベーコンとクルトン入ってますんで、これは別途持っていくことにして、これだけでだいぶお腹いっぱいになりそうですけどね。で、これを最後に乗せて OK で、これも持っていきます。はい、ということで、まあこういう感じで、まだね6時半、はい、ということで、まあいろいろしたように思うんですが、まだ実は午後6時前でございます。家はですね、今日まあ8時半前には出ようと思ってまして、ゲートショーアップが午後9時半なので、はい、まあ大体1時間ちょっと前ぐらいには家出ようかなというふうに思っております。はい、でその深夜便のね様子は、またそれは動画撮ろうと思ってるんですけど、ちょっと長くなりすぎそうなんで、深夜便の様子は別動画でまた上げたいと思いますので、もしよければそちらもご覧ください。ということで今日はですね、夜から仕事に行く日の、まあ午前中から午後にかけての1日の様子を皆さんとシェアさせていただきました。もしこの動画気に入っていただけた方いらっしゃいましたら、チャンネル登録といいねの方もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画で、すぐお会いしましょう。バイバイ。はい、あのね、何買ったかはまた空港着いてから明るいところでお見せしようと思うんですけれども、まあ2便だけなんです、行って帰ってくるだけなんですけど、まあ深夜便っていうね、私にとっては復帰後初めての深夜便になります。冷蔵庫にサラダ入ってるんで忘れんようにしなあかんが、この時間とかも寝てる人いるかもしれないから静かにしないといけない。泳いだっつってもバチャバチャ水遊びしただけですけどね。